水曜日のインサイトコラムは大野フォーカスです今朝は内部通報がテーマということで、はい、今朝朝日新聞にも載ってましたね、うん、パワハラ内部通報進まる認定ということがね出てましたけどね、はいうん、あの上場会社っていうのはですね、はいわゆる上場審査を受けるときにこの内部通報制度ってのは非常に大きなポイントになるんですねいわゆる会社規定や運営マニュアルにおいて何か問題が起きたら 内部的には直属上司、あるいは総務の責任者、えー、そして外部では弁護士を A に、ですね、うん、内部通報制度というのは設けてることによって、現場で起こってる声を、ね、きちっと通報することによって、不祥事を防いでいこうというような制度が整えられてるんですよ、うん、まあ整えられてるはずなんですよ、あて、うん、い,いうのは、うんねで。不思議なんですけれども、その制度自身の精神的なハードルが、ですう、ね、若干高すぎるんじゃないかなと。うん なんかこう、通報するということに対して、通報する部分に関して、臆病になってしまった、うん。 じゃなないいかとうそれもますよねリスクがありますよね通報したらどうなるのかっていうのは、やってみないとわからないところもあったりするからなんとなくスパイだとかリークだとかっていう部分、見られるんじゃないかなと、会社内部での不祥事や不正、さまざまなハラスメントは知らないうちに、この組織内部での忖度や保身や、会社を守るという間違った責任感、あるいは報復人事の恐怖、さらに受け継いできた隠蔽体質によってもみ消されている可能性があるんじゃないかなと、非常に不安なんですね。 でこのいかに組織において、届、え、か、ー、ない声、聞こえない声、この消されてしまった声を丁寧に拾い集めてあぶり出していくかがとても重要なんですよ、で今ね、これ、多分桜井さんも水木さんもそう思うんですけれども、国会答弁聞いててね、はい、で官僚さんや閣僚さんの答弁聞いていると、このそれぞれの発言に嘘があることを皆さん見抜いてるでしょ。それ安倍さんですか もう安倍さんだけではなくって、いわゆる安倍さんがやってることに対して秘書にしても、そういった近くにいる官僚の方に関しても、あるいは閣僚のことに関しても、分かってるはずなんですそうですよだから答弁だってね、それは官僚が考えていて、安倍さんに渡してるこんなふうに言ってくださいみたいなことを言ってるわけですからね、だから国会という、政府という機関は、内部通報という制度自身が、いわゆる崩壊してるんだなって。 うん、それなぜ、えー、その声を上げれなかったのかっていうことが一番大きな問題だと思うんですよ、うん、であの企業の場合は、ですね、うん、常に東京証券、えー、取引所っていうのが、うんえー、しっかり監視してるんですね、うん、いわゆる不適切な会計、えー、経理の開示企業の調査っていうのを行ってて、うん、2019年、えー、過去最高に、えー、いわゆる、えー、問題が多かった、つまり会社問題として摘発された会社が70社あったということなんですよ。うんうん、で多くの問題 問題いいうのは不不適切会計いわゆる不祥事、うんえー、もちろん能力不足や認識違いというのもありますけれども、はいえー、例えば核売り上げの形状、水増し発注、粉、え、飾、ーえー、いわゆる製造業に多くあるのは製造販売での体制不備に起因するものとか、うん、いわゆるけそれはいいんですよ、検査基準をごまかして、資格を有しない検査員による偽装検査、はい、であるいはサービス業においてはです、ね、元役員や社員が行った不明瞭な外部取引を通じての、えー、着 ね同じ部署にいる人間がわからないと思いますか、うん、いやわかるでしょうね、分かりますよ、怪しいでしょう、うん、これは権力を持った者たちからの圧力なのか、<laughs> えー、それとも上がってきたんだけれども、うん、その通報された部署がもみ消してしまったのか。うんうんね これ組織の成長というのはそこで働く人々の成長の結集なんですよ、ははは善も悪も、ね、いわゆる混沌としたような職場の中で、うん、成長あり得ますか、そこに正義がありますか、今の国の制度でも、うん、嘘を嘘だと分かっている人が、ね、正しく通報できないような、うん、その制度の部分あるいはそういった組織の内部というのはある種腐っているんじゃないかなと。確かに ねうん、いや本当そうですよ、企業であれば、ですねそんな組織の金もうけは一時的に成功しても、ですね、うん、絶対成長しないんですよ、そうす,ね、そうすると、その裏側にある国、うんね、その状況があれば、国の成長なんていうのは、信じられないですよ、うん、これは学校現場でもそうですよ。ねあ いわゆる学校の中で起こる家庭の中で起こるそういった声も基本的に声を出せない人声を上げたくても上げれない人あるいは上がった声をどれだけ丁寧に拾い上げてそれを真摯に対応して対応していくかということはとても大事でしょう、はい、この届かない声を、ね、どれだけ拾い集めてあぶり出してそこを改善していくかということをまず国がお手本を示してほしいなて、はあ この国がお手本を示してほしいな、うそうしないと全ての上場企業も含めて、えー、日本は破綻します、そうならないうちに国がお手本を示すことを国が率先して違うことをやってますもんね、<laughs> 示せるかな今ね、国会でもうまさにね、頭痛い、もう国会答弁含めて見てられない、うんはあはあ、いや、もう誰もが分かるような、ものね <laughs> ちょっと違うでしょってこと言っちゃったりするじゃないですか。そうなんです それじゃあ確かにね、うん、そこからまずね、えー、でもだめですよね、うん、そんなんじゃだめ、うん、なんて問題じゃないですよ、<laughs> はっきり言ってもう終わっちゃいますよ、このままじゃそれをね、ごまかしながら言い続けてる人たちの両親、ね、耐えられない両親を耐えられるようにきちっと通報してください、うん、それを本当に願っています。大野 <laughs> <laughs>、はい、フォーカスイインサイトコラムでした